よし、12月21日、21日あってる ?21 日水曜日、の日記です。さっき日記撮ろうと思って、なんか店内のあの、来てるお客さんたちに、ちょっとインタビューっていうかその、しようとしたらなんか、勝手に話が始まっちゃったんで、それは日記にしないでやめときました。で、今日やったこと報告します。今日やったこと、箱を1個向いて、そのね、開封動画を撮影した。で、その撮影した動画をアップすると同時に、その開封した中身を全部、ヤフオクで1円オークションに出しますよっていうちょっとのを思いついてやってみました。まだ1件も入札ないです。1円スタートなんで、全然人気なければ1円で落ちちゃうと思うんだけど、でもそれでもいいや、なんかちょっとね、試しにそういうのやってみようと思ってやってみたんで、です。はい。で、今日そんなことをやったのと、あとは、溜まってる遊戯王のこのカードを片付けるのをやった。あと銀行に行った。銀行に行ってお金払ったり、通帳を記帳したり、あとなんだっけ、いろいろした。はい。です。はい。で、まだこの、もうそろそろおしまいの時間だけど、まだ結構騒がしくみんな来てるね。で、今日何も話がないから、今日バックヤードを紹介しようか。バックヤード行ってみようか。バックヤード行ってみようか。裏がどうなってるかを、このな。うちの店の裏が意外と広いっていうのを紹介したいんだけど、どう思う？ダメ？ちょっと、このね、あの、遊戯王のカード、デュエルマスターズのカード、バックヤードに綺麗に並んでる。で、アマゾンに出品してるんだけど、これ実はもう30万枚も、出品されてます。かなりたくさんになってますんで、探してるカードないときには店頭で聞いてくれたら探します。はい、裏どうぞ。はい、裏もね、こんなすごいよ、もういっぱいカードがあります。はい、こっちもですね。はい、でカードだけじゃなくて、こちらにはレコードもあります。じゃん、レコードですね。これ一時期結構、出品してました。あ、今でもやってます。はい、これも結構、結構売れてるんですね。まあ出せば売れる感じかな。はい、でもっと奥に。はい。はい、ここですね。これは僕の、はい。今はもう無理なんですけど、夏場はここで、こうして昼寝したりなんかしますね。こうやって。はい。冬場は寝たら死ぬだろうな。うん。です。はい、あとね、あ、そうそう、家を。このね、僕のおじいちゃんの家もあるんですけどね。これね、はい、安助。小松康介という僕のおじいさんです。はい、とかに心霊動画でも映ってくるんだろうなと思うんだけど、はい、あとはこちらの LD もあるし、まあ漫画とかも出品してるしね。はい、とりあえずネットの方結構力入れてやってるんで、バックヤードはヤフオク、アマゾンを中心とした出品中の商品が綺麗に並んでます。はい、もうこんなもんでいいか今日は。はい、じゃあまた。